どうも、まどかでーす。今日は、なんと、ゲスト来ていただいておりまーす。どうぞー。こんにちは、はじめまして、エリカでーす。よろしくお願いしまーす。四駆女子の、はい、最近は四駆女子じゃないけど、そうなんですよ。福岡で、あのジムニーとフェアレディ Z に乗ってます。いただきました。レッツゴー。私たちカルコンがおそろなんですよ。イエーイ。どうですか皆さんもカルコン。冬はちょっとね、冷たいけど、冷たい冬はちょっとね、あんまりかっこいいけどね。そう、うん、はい、ピッチャー投げます。デラク投げます。引っかかるかもしれんけど頑張ります。このあのスピナベを打つスタイル。スピナベを打つ階段だけね。やばいやろ。カーンって言わなかったよ。カーンってやっぱちょっとね、水が悪いな今日。水が濁ってます。濁ってます。バックハンド、バックハンドエリカ。そう、バックハンドオールキャストなんです。私やばいですよね。もうクソキャストなんで本当にマジで。こうよ、こうよ、うん、いいっていいって。そんなんねおー、なるほど。右もいけるんやけど、なんかコントロールが確かに逆にもそうやけどな。投げ方キモいねっていや、辛辣すぎん。言われるよ。エリシのね、はい、動画、はい、でもバス釣りしてないのね。そうなんですよ。バス釣り全然してない。出してないですね。出してないもんね。だけんもう初ですよ。いやもう本当に釣りガールとずっと釣りしたかったんで本当よかった。ナンパ成功してよかった。キャンプばっかりやけんね、今の、うん、なんか結構さ、インスタとかでバスの写真をさ、一時期ずっと上げとったから、うん、リカさんすごい上手ですねみたいな言われてたんですよ。うん、全然上手じゃないから芋って嘘大丈夫よ。そんな私も全然上手くないし。バクラちゃん、めっちゃバクラしてるけど、うん、糸はやばい。ライン変えてないけん。どんくらいでライン変える？なくなるまでカメラマンをしていきたいと思います。端っこにめっちゃその角の方に、この下だね。はい、いきます。何グラムダウンショットですか？5グラム。どうですか反応は？反応なしです。なしですか？もう少し投げてみたいと思います。あっちの角も投げてみて。あっちの端っこ、うん、ジュースの奥。そう難しくない？うわ、今言ったね。マジで神キャストどうですか？何もありません。何もないし。何もなし。やっぱ釣れん色しとるもんな。こっちはこの、あ、こっちもいい？投げ、うん、私はそこやったことない。うん、どうですか？ダメですね。
ダメですね。ダメ。あ、それまた切らないかんくなるやつ、それ。言っちゃった。絡まったね、完全に。あ、でも、イージーイージー。うん。ほんと？まどかの最近ハマってる釣り YouTuber 参戦。バステッド TV、フルフッキング TV、バス釣りジャパンチャンネル。それでは本編戻ります。移動してきました。移動してきました。ちょっとクリークは諦めました。はい、釣れませんでした。頑張ろう。行こう。リベロ次投げます。まだデラックつけたままです。昨日ね、実はライブ配信しました。お二人で、はい、実はその次の日です。そうです、次の日です。ちょっとバレとったけどね。バレとった。行くんですか。え、やっぱり私たちのなれ初めを聞きたいって言いましょう。出た、そのキャラ。私がインスタの DM でナンパしました。ナンパされました。かわいいねって言って見てたんで、いや、まさかのこのまどかさんからと思って。うそ。いや、本当にびっくりした。本当に、うん、いや、そんなんね。いや、本当最初 DM した時にさ、なんか、見てますみたいな言われてさ、うん、ビジネストークやと思って。いや、違う、本当に見合った。で、最初はそう思っとったんや。でもビジネストークやかなと思って、だってそんなんね、有名じゃないしさ、有名ですよ、まあ、って思っとったけど、なんかガチやったけど嬉しい。嬉しかった。すごい嬉しい。だって結構さ、すぐ解散かったっけ。そうね、うん、パッと思って、レース早かった。しかもね、あの時ガソリン入れよったんよ。あ、そうなんや。パッて見よって、パッと思って、マジ一回車乗ってずっと返しよった。うん。が慣れそうめやね。うん、慣れそうめ。それ慣れそうめはこれ。うん、結構5リットルだよ。5リットル。うん、明日が。うん、確かにね。なんか釣りガールで、ああいう風に一人でボート引っ張ってなんかやるときさ、全然そういうのないじゃないですか。かっこいいなと思って見てました。めっちゃかっこいいなって思って見てました。とインスタのおすすめでめっちゃ上がってきよった。おすすめ、うん、出てきた。出てきよって、かわいいってずっと思いよって、で YouTube 見たらめっちゃかっこいいしみたいな。ほんと、うん、思いました。もうもうあんな褒められても。いや、本当に何も出らんよ。嘘、出らん。何も出らんよ。ダークスリーパーでの池、最初の頃めっちゃ釣り寄ったけん、ずっとそれを投げてました。私信用して。私はフェアリティ Z が納車されてから全然釣りに行ってないので、この釣りはもうめちゃくちゃ久しぶりです。嘘、またエリシがダウンショットで苦戦してます。めちゃくちゃライントラブルしとる。今度キャンプとかもね、うん、一緒にしたいなって思うので。キャンプしたい。まどかさんもね、四駆女子ですから。一応ね、一応ね。一緒にね、うん、四駆でキャンプ行けたら絶対、うん、いいよね。そうそう、やりたい。やろう、やろう。え、でもでも全然さ、キャンプも YouTube 始めて出したぐらいだけど、うん、いいでしょ。何食べる。何食べよっか。何食べる、キャンプの時。何がいいかな。でもそれこそ、うん、釣った魚をキャンプでも良さそうやけど。なるほどね。それでもいいし、ね、なんかお互いの得意な料理とか。お、良さそうじゃない。得意な料理何？え、ない。でもキャンプの時によく作るのは、
あれたらこパスタめっちゃ作る。マジで、うん、美味しい。タラパス？タラパス。クオリティ高くない？いや、簡単よ。だって明太子とさ、パスタとバターと醤油でいいやん。うん、でもなんか、ね、凝ってますね。何作ります？キャンプの時。窓かだったら。何作ろうかな。ハンバーグとか。え、こねこねする。こねこねして。タレコンやしさ、いやスピ鍋私もつけとったけんさ、いやマジ自分の俺焦ったし、自分のあそこかのように今なくなることないよねやばいよ、完全でも自分のと思っとった今もう思ってあげたとかじゃなくて完全に自分のと思って、ね、すれ違った時も持っとったもんねうわ夕日綺麗、めっちゃ綺麗やね。うん。流星群だって。そう。なんかって本当に見えると。見える見える。見る。今日？うん。いや、空を見上げようかな。何時？何時やろうね。それ大事やな。夜やな。それ大事やないめっちゃ。なんかそういうの見たことないけんさ、なんかいっぱい降る、ね、降るんやろ、いっぱい。なんかボイトおっと、でもなんかチョンってされてどっか行ったけん、あれかも、ギルかもしれん。いやでも多分おらんくなったもんね今。ツンって、うん、ツンってなった、うん、ちょっとおらんくなったみたいいいところを見せれず惜しい惜しい、惜しかった。冬はね、うん、釣れませんよね。うん、ね、難しい。本当冬ってどう攻略したらいいかわからんよね。うん、うん、なんかだってさ、ねちれば出るって感じでもないくない？めっちゃねちねちしたりするけどさ、うんうん、なんか全然釣れんし。わ、うんうん、かる。ブーブー。ブーブー第5の階段、第5の階段。冬も階段のとこを折ったりするんですね。うん、すると思う。これ結構続いたんかな。いや、そんななかった。さっきあれしたけど。当たり当たり。待って当たり当たり。どう？釣れた？釣れない。当たり。え、でも多分なんかちっちゃいと思う。ツンツンツンって、うん、ギルかな、じゃあ、うん。びっくりした今。マジ？マジで。来たかと思ったね。心臓がバクって。なるよね、なるよね。久しぶりの当たりすぎて。なるよね。やっぱギル結構おるね。ギルかな。ギルでもいいんやけどね。ねえ、いいいい。もうギルでも全然いいよ。ギルでも手伸ばしたらこうバスに見えるかも、こうやって。こうやってしたら見えるかもしれない。隠してくれ。2人とも感じれたけん。ねえ、よかった。結果釣れたことにしよう。そうやね。うん、もう。釣れたと同じ。そう、そう。当たりがあるってことはだって、かかるかかからんかの違いだけやんね。そう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 。うん、ということで、はい、調校が終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。焼肉屋さんに来ております。はい、お肉確かに坊主やったね。坊主やったね。結構粘ったけど、ね、粘ったね、夜まで、うん、黒くなるまで粘ったけど、まあでも当たりはお互いあったんです。そうね、はい、またね、うん、行こう、また行こう、また行こう。もう冬やし、うん、釣れんかもしれんし、うん、キャンプとかもね、そ
だね。できたらいいなって。次回はじゃあキャンプしましょう。キャンプしましょう、うん、キャンプしよう。じゃあゆっくり食べますか。では皆さん最後までやっていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価もよかったらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。